花びらも葉っぱもお花紙を使ってひまわり畑を作りました。まず花の作り方です。黄色いお花紙を2枚重ねにして蛇腹折りにします。蛇腹の数はいくつでも構いませんが、花びらの数が多い方が豪華に見えます。たくさん作りたい場合は、蛇腹折り型紙16分割か、五色鶴の花子ちゃんを使うといいでしょう。蛇腹折りにしたら、真ん中をホッチキスで留めます。これをたくさん作っておきましょう。輪になっている方から半分くらいまで、少し丸みをつけながら斜めに切ります。2枚重ねになっているお花紙を破らないように気をつけながら根元までしっかり開きます。開き終わったら、折れ曲がっている花びらを伸ばして形を整えます。次は花の真ん中の種になる部分です。普通の画用紙でも構いませんが、ここではいらなくなった凹凸のある封筒を1辺8センチくらいに切って使いました。クレヨンやマジックで模様を描いてから丸く切ります。切るときに小さくなりやすいので先に切っておき、後から模様を描いてもいいです。これを先ほどの花びらの真ん中に液体のりで貼ります。真ん中の部分だけを押さえ、花びらを押さえないように気をつけましょう。葉っぱは緑のお花紙を細長く半分に折ってから、6分割の蛇腹折りにします。葉の周りの線を切るときは、開いたときにバラバラにならないように、先端と端の部分を少しだけ残しておきます。切り取ったら蛇腹に折ったまま、葉の折り筋をつけます。先端が右下に来るように置き、幅1センチぐらいの蛇腹に折っていきます。全部折ると棒のような形になります。開くと3枚つながっているので、つなぎ目のところを破り取ります。この時、お花紙は先端だけつながっていて2枚重ねになっています。葉っぱのうち2枚を細長く切った色画用紙に互い違いになるように貼ります。残りの1枚は花の裏に貼ります。この2つを組み合わせると1本のひまわりに見えます。これは3つ並べたところです。葉っぱのついた花だけを並べるとこんな感じです。ひまわり畑にするときは手前に葉っぱを隙間なく並べ、
その上に花を貼ります。花を二重三重にすると奥行きのあるひまわり畑になります。夏らしい背景と組み合わせて壁面を飾ってみてください。